同人新事故ニュース速報です。3月13日12時42分ごろ、下落合駅で発生した人身事故の影響で、西武新宿線は西武新宿から上石神井駅間の運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っています。下落合駅で発生した人身事故の影響で運転を見合わせていましたが、13時45分ごろ運転を再開しました。なおダイヤが乱れています。被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。ご視聴ありがとうございました。